次がですね、これなんです。これはあなたの趣味です、ね、これはあんまり好きじゃないですか。あんまりまともに聞いたことないんだ。あ、そう。チャーリーとかいう曲が有名なんですか。チャーリーとか、いや、有名な曲いっぱいありますよ。僕はもう大好きですね。プロデューシー見るとなんか、電撃ネットワークみたいなイメージとか。あの人が来ました。挟まっちゃうんだよ。ちゃいましたね。今何人ぐらいなんだろうな、もう2人か、リアム。え、まだ活動してるの。いや、リアムは今、多分知ってるんじゃないかな、これとあとセカンドがすごく良かったですね。ちょっと一部、まあ、ちょっとジュリアンの食い物にされたっていう考え否めないですけど、でも、まあ、すごくいい。ジュリアン系みたいな状態だと思う。派手なんだ、まあ、派手だし、ね、でもリアム、その、ね、リーダーのリアもやっぱりセンスあるなって思いますよ。もう曲のセンスがすごいいいわ。ブレイクビーツの走りというか、うまいんだね。そこら辺で言うと、まあ本当、俺も聞けば聞くほどなんかスルメみたいな感じで、ブレイクビーツ、本当に、いいですね。なんとなく、曲の作り方がやっぱりうまいなっていうのがありますね。俺もサードあたりからもうかなり有名な、なんかメジャーになれちゃって、それ以降はあんまり聞かなくなっちゃいましたけど、僕は好きなのはやっぱりですね、この曲、この中で言うと、Wind It Up と、それって何、サンプリングのなんか声が入ってる、だいたいサンプリングが入ってる。あと、Your Love。これはリミックスなんですけど、デラントマトじゃないですか。なんかこう、俺のクイーンチェスでなんかミュージックビデオみたいなの持ってるんですけど、あれもかっこいいですよね。そこら辺のは、すいません、お帰りください。その当時はみんなVHSだもんね。これいいよ。VHSもやりますね。あと、揚げ出せくれる。ありがとうございます。あ、やっぱそういうことですかね。そうですね。